痛みの革命児チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は質問が来ていましたので、回答したいと思います。まず質問の1問目なんですけど、マッサージ後に揉み返しが起きる状態は良くないのでしょうかってあります。質問いただきました。まあ、マッサージをすると揉み返しってなると思いますけど、いいか悪いかって言ったら、まあ、揉み返しをしている状態って実は怪我をしている状態です。どんなことが体の中で起きているかっていうと、筋肉をですね、筋肉の繊維を横方向に力を加える。だから、揉むとか、指圧とかですね。このような、力を加えることによって、筋原繊維という繊維がね、切れるんです。筋原繊維は 0.001 ミリの太さと言われているので、その筋原繊維が切れた時点では痛みは出ません。ですが、筋原繊維が切れると、その壊れた組織をね、修復しなきゃいけないので、まあ壊れた部品をね、白血球が処理をするんですけど、この白血球が集まってきて、血行不良、だから酸素が足りない、赤血球が足りない状態になると、揉み返しって状態が起きます。なので、揉み返しっていうのは、筋肉の繊維が切れてる状態、怪我をしている状態ということになります。で、怪我をしたところに血液がいっぱい流れてくるから、まあなんとなくその周りは柔らかくなったから、なんとなく痛み消えたって人もいるわけですけど、まあ実際は怪我をしてるので、逆にね、怪我をしても2ヶ月あれば修復筋肉ってできるので、2ヶ月おきにマッサージしてるんだったら悪くなって良くなって戻って、悪くなった、治った、悪くなった、治ったを繰り返すんですけど、毎週マッサージをしているような方は悪くなることの積み重ねなので、どんどん筋肉が固まっていってしまって、まあ、ひどい人であれば、寝たきりになってしまったっていう方もね、たくさん患者さんで今まで来られているので、まあ、ぜひね、揉み返しになるような、強い圧力をかけるようなことは、怪我をしてるんだって認識をしていただけたらいいかなと思います。で、実際にね、どのぐらい怪我をしてるかっていうとですね、まあ世の中の決まり事は変わっていくので、新しい論文にはないんですけど、1983年頃の論文だと、マッサージをした後にミオグロビンっていう物質が、静脈血ですね。だから血液の中に大量に出ますっていう報告があるんですよ。これって筋肉の繊維が切れてるっていう意味なんです。だから、昔はマッサージをやると筋肉が切れるので、そんなもんね、日本の揉むみたいなマッサージですよ。強揉みとか、強く指圧するとかっていうのは、もう、論外。怪我をさせる行為なので、ダメですってね、結構西洋医学では言われてたんですけど、でも、今じゃあそのデータを取ろうかっていうことでね、話をすると、もう怪我をすることが分かっている実験っていうのは絶対にやってはいけないんですね。だから、近年で、そのマッサージをした後にミオグルビンが出てますなんていう血中の検査したのを世の中に公開すると、怪我をしている実験をしてるのは、もうすごい批判されるわけですよ。だから誰もそんなこと今やらないから、最近そんなこと言わないだけで、まあ1980年代ぐらいまでは当たり前にマッサージをすると怪我をしてるんだっていうのがね、当たり前に広がってたんですけど、まあ時代の流れというかね、そんな実験する人がいなくなると、そういう話もどんどん小さくなってきてるわけですけど、まず怪我をしてるっていうことを認識しておいてください。だから、マッサージ後に揉み返しが起きる状態は良くないのでしょうかという質問であれば、良くないです。ということです。それに引き続きですね、面白い話があるので、もう一つお話しておきます。そもそもマッサージは腰痛に効果があるのかっていうことですね。で、これは厚生労働省のホームページにこのように書いてあります。これは私が言ってるわけじゃないですよ。厚生労働省のホームページにこのように書いてあります。2015年に行われた25件の研究レビュー、参加者計3096例では、急性と慢性の腰痛。だから、ぎっくり腰とずーっと腰が痛いという腰痛の両方において、マッサージ療法後の痛みに短期的な改善が認められました。しかし、研究の質が低かったために、マッサージ療法が腰痛に対する効果的な治療であるという確実性はほとんどないと結論付けました。と厚生労働省のホームページに書いてあるので、西洋医学側の人間からすると、今まで研究してきた結果、マッサージは効果がないってホームページに書いてありますので、厚生労働省の。ぜひこの辺もご理解いただいて、マッサージを受けて治したいっていうのはないよってこと書いてありますから、触られるのが好きでね、人に
マッサージでっていうんだったら別に私止めませんけど、治りたいからマッサージっていうのは国自体がもう効果がありませんって言ってますので、ぜひその辺はご認識いただければいいかなと思います。はい。それでは1問目の質問は以上になります。それでは2問目に行きます。質問の内容ですが、緩衝法で筋肉がほぐれたことで、患部に存在していたカルシウムはどこへ流れて消えていくのでしょうか？という質問が来てます。緩衝法という方法をわからないという方は当然いらっしゃるので、緩衝法という方法っていうのはですね、筋肉、もうわかりやすく言うと筋肉と筋肉の間に血液が流れてるんです。もしくは筋肉の繊維と筋肉の繊維の間に血液が流れてるんですね。ここ間質って言うんですけど。で、これまあ英語って言うとね、ファシアとかいう言い方してますけど、このね、間質、ファシアの部分が固まってしまってるんですね。なので、筋肉全体が硬い。筋肉の中にある液体が固まっているから筋肉が硬い。というふうに触ると感じるんです。で、この硬くなってるのをね、ゼリー状になってるっていう意味で、ゲル化っていう言葉を使うんですけど、このゲル化しているゼリー状になってる状態をゾル化、液状にするっていう治療法なんです。ゲル化っていうのは、カルシウムとタンパク質がくっついてる状態をゲル化というんですけど、このタンパク質とカルシウムがくっついてるのを引き離す方法が緩衝法なんです。ね、なので、この質問は、このカルシウムはどこに行ってしまうんでしょうか？ということをね、質問してきてるんです。でも実はそんなことは一度も私話したことはないので、カルシウムがどこ行くなんて話はしたことないんで、ちょっとこの質問はね、勘違いされてる質問なんですね。カルシウムとタンパク質があります。くっついてるのが離れました。タンパク質だけ、リンパ管から吸われて、筋肉の外に行ってしまいます。カルシウムはそこにいます。っていうことです。タンパク質がいなくなるだけで、カルシウムはその液体の中にいるということですね。いらなくなったタンパク質だけなくなってカルシウムもいます。で、このタンパク質ですね、まあ老廃物ですよ。簡単に言うと細胞のカスと、間質にあるね、液体、結晶だとか、まあ血液でいいんですけど、その中にあるカルシウムがくっつくとゼリー状になっちゃうんです。で、それが切り離れたカルシウムはそのまま、タンパク質だけリンパが吸われて外に行った、カルシウムは残ってるけど、タンパク質がない限り液体の中にただただカルシウムがふらふらしているだけなので、ただの液体なんですという状態を作るのが緩衝法という方法になります。なので、今までね、世の中でそうやって間質の部分、まあファシアの部分を液状にできる、しかも液状にした後に硬くならないっていうね、ゲル化また しないよっていうできる治療法っていうのはなかったのが、2007年に開発できたということです。なので、最近ではね、ハイドロリリースとかって整形外科のお医者さんが注射で、ちょっとこう、間質の部分、まあ、ファシアの部分を柔らかくして、また時間経つと固まっちゃうんですけどね。元に戻っちゃうので。タンパク質やカルシウムがどっか行ってるわけじゃないので、また元に戻っちゃうんですけど、緩衝法という方法は、元に戻らないで、一回ね、カルシウムとタンパク質が切り離れて、このタンパク質はもう筋肉からいなくなってしまうので、元に戻りようがないってことですね。戻りようがないっていうことができるような治療法ですから、ぜひね、皆さんも、緩衝を勉強していただいたりとか、実際自分の体を取り入れていただいて、痛みを消していただけたらいいなと思っております。はい。それでは、質問の内容は以上になります。本日も動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。高評価、グッドボタンを押していただけますと幸いです。